はい台風14号が沖縄に近づいていますまずは最新の進路予想から見ていきましょうこちらです午後3時現在台風14号は南大東島の南およそ190キロ付近に位置しています中心の気圧は992ヘクトパスカル1時間におよそ40キロの速さで 西北西に進んでいます今大東島地方と本島地方の一部が強風域に入っていますそして今大東島に最も台風が接近していて本島地方はこの後ですね今夜遅くに台風が最も接近する見込みですのでこの後さらに雨や風が強まる恐れがありますでは雨と風の予想を見ていきましょう こちらです。今夜午後9時の予想です。見ていきますと台風の中心からほっ 北東側に活発な雨雲が広がっていますので、今夜から明日にかけて荒れた天気となる恐れがあります。予想される最大瞬間、風速は今夜、本島地方で3。5メートル、大東島で30メートルの予想となっていて、非常に激しい風が吹く見込みです。で、この非常に激しい風どのような風かと言いますとこちらです。 この赤いエリアですね。飛来物で怪我をしたり、看板が落下したりする恐れがあるような風となります。ですので、今夜は必ず安全な場所で過ごすようにしてください。 そしてここでお知らせです画面上に出ている QR コードから RBC などの JNN の防災ニュースアプリニュースリングがダウンロードできますアプリでは今発生している台風14号の最新の進路予想を確認できるほか気象情報をプッシュ通知で受け取ることができますぜひ防災にお役立てください後ほどお天気コーナーでも台風について詳しくお伝えします